100分の1スケールガンダムビダールの制作、今回は、フレーム部分の、メタリック塗装ですね、そちらをやっていこうと思います。でフレーム部分のメタリック塗装に関しては、ちょっとねパーツごとに分けると、動力パイプの部分と、あと、まあ、シリンダー的な部分と、あとゴールドパーツですね、胸とかあと足の付け根の部分のゴールドパーツっていう感じで、一応ね3タイプに分けて、塗装していこうと思います。色自体はこちらのゴールドとシルバーをベースに塗装していこうと思うんですけれども、こちらのね2色を下地に、この3色、スモークグレー、クリアブルー、クリアイエローですね、こちらの3色を、上からね重ねて塗装していくことによって少しね色合いを変えていこうかなと思ってます。まあ、いよいよね、メタリック塗装に入っていくんですけれども、まずはですねこちらの、シルバーとゴールドですね、こちらの2色を使って、塗装していこうと思います。で今回はメタリック塗装なので、いつも以上にですね薄くですね、まあ、塗料が垂れたりしないように薄くを心がけて少しずつ塗装していきたいと思います。さらに、塗装を続けていきたいんですけれども、次はですね、動力パイプの部分、先ほど、シルバーに、ね、塗装した分なんですけれども、こちらにね、クリアブルーと、スモークグレーですね、こちらを混ぜたちょっと暗っぽい青を、薄くね吹き付けていこうと思います。この動力パイプのパーツ自体を、少しねちょっとこう青っぽい感じに仕上げていこうかなと思ったので、クリアブルーとスモークグレーというちょっとね暗めの青を吹き付けていきたいと思います。もうほんの少しですね、あからさまに青っていうわけではなくて、ほんのりと若干青系のシルバーかなというぐらいに吹き付けていきたいと思います。で塗料はねもう本当に今少しずつ塗装していって出る状態ですね、まあ、ほとんど出てないというか、もうほんと少しずつ塗料を出して、様子を見ながら塗装してます。こんな感じですね、これね塗った方と塗ってない方なんですけれども、こちら側がね今ちょっとね青っぽく仕上げた方で、もうほとんどね変わらないとは思うんですけれども、もう若干ね青っぽく見えるかなっていうぐらいにちょっと、ね、色をつけていきたいと思います。続いてまた塗装を、ね、やっていきたいんですけれども、今度は、クリアイエローにですね、先ほどまで使ってました、クリアブルーとスモークグレーを混ぜた塗料ですね、これを少し足してちょっとくすんだクリアイエローを作ってみました。でこの塗料を使って塗装をやっていくわけなんですけれども、塗装するのはまずはゴールドで塗装した部分、そして、シリンダーのパーツの一部分で、さらに、先ほど塗装した動力パイプの部分ですね、これも、一部さらにマスキングをして、色分けをするようにね、考えてましたので、その部分ですね、これらの3箇所の部分を、塗装していきたいと思います。でこれは動力パイプの、パーツなので、ある程度こう色の違いがね出るようにしっかりと塗装していきたいと思います。ゴールドの部分は良かったんですけれども、
インダーの部分はねもう少しクリアイエローが強くても良かったかなという感じなんで、ちょっとね色を作り直します。今ねほぼクリアイエローにしてみたんですけれども、やっぱりねちょっと下地の色が暗いので、あんまりね僕が思ってたような色にはなってないんですよね。あんまりね今塗装してるんですけども変わり映えしないですよね、クリアオレンジも持ってるので、それをねひょっとしたらまた上からかけるかもしれないですね。どうしようかな。まあ、でもこの辺のパーツはね、ちょっとね外側に見えるとこなんですよ。で見えるとこなので、どちらかというと、目立たないね色の方がいいかなとは思います。どうしてもね外装が黒かったり青かったりなので、そこにね黄色っぽい色が入るとちょっとね違和感があるので、これはこれで良かったのかもしれないですね。あんまり自己主張がない色で、この色でいってみようかな。この方が全体組んだ時になんかねあまり目立たずにしっくりくるかもしれないですね。この色もね金属としては悪くないんですけれども、やっぱり、ね、ちょっとシルバーと似てるところもねあるので、思い切ってね色変えます。新たに塗料を準備しました。で準備したのはね、ゴールドです。なんとなくねこうちょっと振り出しに戻った感はありますけれども、多分、ゴールドを薄く吹きかけるとだいぶねここのマスキングね下にしてあるこのシルバーがね下に隠れてるので、シルバーとのメリハリもつくかなと思ったので、一応ねゴールドで塗装していこうと思います。ちょっとね薄く、いい感じかも。ちょっとね薄めに吹きつけると、こう黄色い金属感が出るので、ゴールドで良かったですね。かなりイメージに近いです。おー良かった。ちょっとねこう塗装のね沼にはまりかけていた感があったんですが、いいですね。この色でいいと思います。塗装が完了しました。それでちょっとね予定にない作業なんかもね発生して、そこそこね時間はかかっちゃったんですけれども、ようやくね全て、塗装ね完了しました。でちょっとね色を変えたところですね、最初ねクリアイエローでやってたところが、こんな感じになりました。僕としてはねいい感じの色に、ね、なってくれたんじゃないかなと思います。見た目ね肉眼ではねもうちょっとね赤みを帯びたような感じになってるので、金属でいうところのね真鍮みたいな感じに塗装ができたので、なかなかね面白い感じに仕上がってくれました。であとねうまくいったのがねこれなんですね。これは本当にねイメージ通りで、このねちょっとねざらついた感じとかもちょっとこう古めかしいね雰囲気も出てすごくねよくできたんですよね。これは本当にイメージ通りでした。若干ね先ほどのこのねちょっと色変えしたこちらのパーツもねこの色にねちょっと引っ張られた感があるんですよね。この色をうまくできたので、なんかこんな感じいいなと思って若干ねこれに近い感じにね仕上げたんですけれども、比べるとね違う色っていうのは分かる感じになってるので、いいバランスなんじゃないかなと思います。ここはね、実際に組んでみないとね、バランスがいいかっていうのはちょっとまだ分からないんですが、あとはね、シルバーっぽくね、シルバーでね塗装したところですけれども、こんな感じでねちょっと青っぽいシルバーですね。で同じ色で塗装したんですけれども、こちらはねもう軽く吹きつけただけなのでかなりね黒っぽいんですよね。で光が当たると若干ねこうメタルな感じが出てくるっていう感じにねこう仕上げたんですけれども、こんな感じでね同じ色をね、全く同じ色でね塗装してるんですけれども、吹きつけるね感じによってこんなにね表情が変わってくれるのはやっぱりねエアブラシならではじゃないかなと思います。それであとは、マスキングがねちゃんとできてるかどうかなんですけれども、多分ね大丈夫とは思います。
まあ、カラースプレーだったらね本当にびっちりやっておかないといけないんですけれども、まあ、エアブラシはねそもそも吹きつけてる塗料の量が少ないのでそんなにねにじんだりとかしてねマスキングテープをねこうで色分けしててもはみ出てしまったりっていうことはねないと思うので本当にねカラースプレーの時はね本当にびっちりやっとかないとねびっちりやってもねはみ出ちゃったりするのでマスキングテープの上からねクリアをかけて色分けしたりとかねそういうのもやったことはあるんですがまあまあ今回はね大丈夫と思います。ただね大丈夫とは思ってはいるんですけれどもやっぱりね実際にね目で確認してみないと安心はねできないのでひょっとしたらね思わぬところでねミスをしてるかもしれないので若干緊張はしますよね。でこの最初にねシルバーで塗装した分に関しては大丈夫とはね思ってるんですけれども後からねこの部分ね色分けした分ですねシルバーで塗装した上から色分けした分とかがちゃんとねできてたらいいんですけども、あ大丈夫ですね。変な感じにはみ出たりはしてないのでおおむねね大丈夫そうですね。あねここの部分ね若干はみ出てますね。ここね多分マスキングテープね貼るの自体をミスってる感じはありますね。まあこのぐらいだったらちょこちょこっと修正すれば大丈夫なので、まあまあ大丈夫と思います。であとこの金色の部分がね若干光沢がねこのシルバーのね部分に比べてありすぎる感じはあるので、まあ、全体ね組んだ後にバランスをとってつや消しをかけたりとかもう少しねスモークグレーでね、塗装したりっていう感じで少しねこの光沢を抑える感じにやっていきたいなと思います。それから今度は、ゴールドのところですね。このパンチコンパスでね切ったところなんですけれどもこの辺は大丈夫とは思うんですけどね。でちょっとね円形なので貼りづらかったりするところはあるんですけれども特にねこうパーツがねこう混み合ってるところではないので形さえできてしまえばね貼りやすいところではあったのでよしいい感じにね色分けできてます。マスキングテープ全部剥がしてみたんですけれどもおおむねねちゃんとできてました。でちょこっとねはみ出てるところとかはあったんですけれどももう塗り直したりとかで修正しないといけないようなね、ミスはなかったので、このままね、組んでいけるんじゃないかなと思います。それでね1個ねとんでもないミスをしてるんですけれどもこちらのねこのパーツなんですけれどもこんな感じにこのね上の部分だけをゴールドに塗って下の方をねシルバーに、塗るっていう感じでこういう感じでね色分けしてるんですがこれね多分勘違いしてマスキングテープ貼ってるんですけれどもこのねなんか下の方だけゴールドになってますよね。これ完全に間違ってねマスキングしてるんですよね。でこれがねもう完全におかしなことになってるのでこれはね、もう一回塗装し直しですね、もう一回やり直したいと思います。あとは気になるところはね特にはなかったので比較的ね細かいところもうまくねいったんじゃないかなと思います。この辺なんかね特にうまくいきました。色分けがね結構大変だったんですけれどもこのね横の部分がシルバーでこの部分がこうゴールドでっていう感じでねしっかりと色分けできてます。あとはこれですねこの丸い部分もまあねよく見るとねうっすらちょっとねはみ出てる感じもありますがこの辺はねちょこちょこっとねごまかしきっかなという感じでまあまあこのぐらいね、しっかりできてたらいいんじゃないかなと思います。あとはね腕の部分とかもしっかりとね、この部分だけですねシルバーで塗装できてます。でほんとねさっきのねこのパーツだけはね謎なんですよね。なんでこんなマスキングしたのかがね多分このなんかぼーっとしてたんでしょうね。変な感じにマスキングしちゃってたので、まあ、これだけねこれだけ修正してでも上から塗るだけじゃもう多分ダメなのでもう一回ね黒サフからね、もうやり直していこうかなと思います。でどのむち
前にね合わせ目消ししたこのハンドガンとかも黒サフをね拭いていこうと思ってたので、これと一緒にねさっきのミスったパーツもね、もう一回リセットして、まあ、同じような感じにね、塗装をやっていこうかなと思います。で全体的にもね、まあ、狙い通りね若干こうくすんだ感じですね、ギラッと光る感じではなくて、なんかね、機械物のねパーツの一部っていう感じで、ちょっとこうモコモコしたというかね、ザラザラしたというか、そんな感じの、金属色でね、塗装できたので、このままね、フレームの方、今度は、組み立てていこうかなと思います。いやー、このね、このマスキングミスね、一体何なんでしょうね。で一応ね、やり方としてこの境目の部分からこう貼っていってたんですよ。境目の部分だけ貼って、こういうちっちゃいのは全部境目の部分貼ってっていう感じにやっていって、で残りの部分をこうベタッとね貼っていくっていう感じでね、ちょっと細かい部分は細かい部分だけで綺麗にね、マスキングをね、マスキングテープをデザインナイフで切ってっていう感じでやってたので、それでね、なんかね上と下というか、塗装する方とマスキングする方とね勘違いして、こんな感じにしちゃったんですよね。であとね、さっき言ってたこの光沢がねちょっと気になるって言ってた分も、他のパーツはねそうでもないんですよ。こう比べてみるとやっぱりこちら側だけがちょっとね光沢がありすぎる感じで、でこれ実はね塗装した後にこの部分は、スモークグレーをね上からねざっと吹いたんですよ。ゴールドの上からですね。でそれをねひょっとしたらこれスモークグレーをね書き忘れてたんだと思います。この1個だけですね。なのでこれだけがね普通のゴールドのね光沢があるので、なのでまあこれだけは上からスモークグレーをねここの部分だけもう一回マスキングし直してスモークグレーをねかけると多分大丈夫になると思います。でこの青っぽいねシルバーもフレームがねグレーなので同じような色になるかなと思ったら結構ね色がね違う感じにこうね出てくれたので、なかなか良かったんじゃないですかね。もうちょっとね黒っぽくても良かったので、あれだったらもう一回この部分も他の部分もですね、スモークグレーを上からかけてもうちょっとね黒ずんだ感じにちょっとねこのシルバーの部分はちょっとね組み立て前に、処理しておこうかなと思います。若干ね、ちょっとシルバーをしっかり塗装しすぎた感じで下地のね黒サフをもう少し出しても良かったかな。もう少しねこう透ける感じというかね黒サフがもうちょっとね、出てくる感じに、薄く塗装しても良かったなとは思いますね。初めてね、実際のガンプラでねエアブラシ塗装をねやってるんですけれども、まあまあ比較的ね、ちゃんとできてるんじゃないかなと思います。まあ、それまでもねカラースプレーとかイージーペインターで塗装はやってたので、塗料に関してはですねなんとなくちょっと慣れたところもあるので、まあまあ綺麗にね、塗り分けできてる感じがあって良かったなと思います。